健康が維持できる、痩せれるよ、血液サラサラだよ、脂肪の燃焼効果も強化しますよ、肝機能も強化しますよ、ピロリ菌まで抑制するよ、老化も防止するよ。食べない選択肢はね、ないかと思うんですよね。今回ですね、梅干しを毎日食べることによって得られる効果の5選がすげーなこれということでお届けしていきたいと思ってるんですけど、いやいやいや、何言うても梅干しでしょ。梅干し食べて体がね、病気にならないんだったら世話ないわ、お医者さんいりませんよって思ってるあなた、侮らないでくださいね。梅干し本当にやばいパワーがある。梅干しといえばね、お弁当、日の丸弁当を思い浮かべるじゃないですか。やっぱり日本人は日の丸弁当ですよね。やっぱなんで入れるかっていうと、やっぱ梅干しがお弁当を殺菌効果を持って、お弁当を腐らせないために梅干しをポンって入れるんですよね。梅干しの持ってる殺菌効果が食中毒の防止になるということとか、疲労回復につながるよとか、あとね、働き盛りの子供とか働き盛りのお父さんお母さんとかに向いてますよと、誰を取るよということはよく言われてますよね。日本人にとってはやっぱりね、梅干しはめっちゃ馴染み深いんですよ。最近だったらもう殺菌効果とかじゃなくて、いろんな健康効果っていうのがどん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 分かってきてるんですよ。やっぱね、梅干しってね、やっぱり昔からある、ずーっと語り継がれてるだけあって、めちゃめちゃいい効果半端なくあるんですよね。そのね、5つをお届けしていきたいと思いますね。早速いきますよ。1つ目、血液サラサラ。梅干しには血液をサラサラにして脳梗塞とか心筋梗塞を予防する効果っていうのはやっぱりあるんですよ。1日1粒食べてほしいなと思いますよ。そのまま食べてもいいんですけど、効果をさらに高める方法っていうのがあって、梅干しを煮て煮物とかに入れて食べると、梅に含まれるクエン酸とかが、梅に含まれる糖とクエン酸が結合して、血がカチカチに固まってしまうのを防いでくれるんですよね。血流を改善すると言われてるんですよ。ムメフラールという成分があるんですよ。それが作られて血流を改善するんですよね。煮物とか作る時にはポンと入れたり、よくね、正月飲みますよね。梅干しをコップにポンと入れてお茶を入れて飲む、それもね、やっぱそういう効果を得ようと思ってるからこそなんですよね。2つ目、肝機能強化。肝機能強化、梅干しにはね、ピルビン酸という成分が入ってるんですよ。これはね、肝機能の強化にめちゃめちゃいいっていう風に言われてるんですよ。だからお酒飲む人は梅干しをちょこちょこつまみながらとか、塩でもいいです、塩でもいいからつまみながら飲むということをやってもらえれば結構いいかなという風に思いますね。3つ目、脂肪の燃焼効果。脂肪燃焼ですよ。みんな気になりますよね。やっぱりね、痩せたいって思ったら、毎日1日1粒の梅干しを食べてみてください。どんどん徐々に痩せてきますので。最近の研究では、梅干しに含まれてるバリニンっていう成分があるんですけど、バリニンっていう成分が脂肪燃焼効果がめちゃめちゃ高いということが分かったんですよね。だってね、和歌山県の避難地域、南の方ですね、地域に住む女の人を対象に行った調査では、梅干しを毎日食べている人は食べてない人に比べて BMI 肥満度が低いということが、結果が結構出てるんですよね。ちゃんと、しかもですよ、加熱するとバニリンが 20% もアップするということになってるんですよ。だからね、本当にね、煮物をするとき、何か味噌汁でもいいし、そこにもね、ボーンと梅干しを一つ入れとくと全然違う効果が得られるということになるんですね。ご飯炊くときに、お米1合に対して梅干しを1個の割合で炊く、まあね、ご飯3合、まあいいですよ、3合炊くときに1粒ポンと入れて炊くと、それだけでめちゃめちゃ美味しいですよ。痩せてくるという効果になりますので、それを一回試してみてほしいですね。4つ目が、ピロリ菌を抑制するというのが梅干しの効果にはあるということが分かってるんですよね。胃が痛かったり、胃潰瘍とか胃がんの原因になってるのはピロリ菌なんですよね。ピロリ菌はタンパク分解酵素っていうのを持ってて、それが胃の粘液、胃がね、胃を守ってる粘液をどん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 勝手に分解して、胃の防御作用を低下させるんですよね。胃酸にやられてしまいやすくなると、そして胃の病気になりやすくなるっていうのがピロリ菌なんですけど、そいつを抑制させる働きがあるということなんですね。1日1粒梅干しを食べることによって、ピロリ菌を抑制することができるんだったら、こんな簡単なことないですよ。食べるだけですから、本当にね、これやってみてほしいなと思いますね。5つ目、5つ目はですね、老化防止、アンチエイジ、梅干しの老化防止。これはやっぱりいいですよ。梅干しにはですね、いつまでも若々しい肉体とか美肌を維持する効果っていうのはやっぱあるんですよ。梅干しに含まれる梅グリナンっていうのがですね、体内に発生する活性酸素の働きを抑える抗酸化作用がめちゃくちゃ高いんですよね。しかもですよ、骨粗鬆症まで防ぐというんですよね。老化とともに、ね、何がきついかっていうとね、やっぱ骨がふさふさになってきて歩きにくいっていうことなんですよね。歩きにくいとか腰が痛いとか肩が痛いとか、本当にこう腰が曲がってくると、そうなってくるとやっぱり老化実感しますよね。本当にね、カルシウム不足が原因なんですけど、カルシウムはもともと骨に吸収されにくい成分なんですよね。その吸収率を良くするためにはマグネシウムが必要なんですよね。梅干しには意外にもマグネシウムっていうのも結構含
含まれてるんですよ。だからね、本当に若々しくありたいなっていう場合はやっぱり梅干し取ってほしいなって思いますね。和歌山大学医学部の研究結果によると、梅干しを食べている人と食べてない人を比較した結果、食べている人の方が骨密度が 10% も高いという実証データがあるんですよ。だからね、本当成長期、子供が食べれるかなってなるんですけど、好きだったらしっかり食べてほしい。高齢者にとってはやっぱ梅干しいっぱい食べてほしいですよ。もう、ね、48歳梅干し毎日今ね一つずつ食べてるんですよ。体調めっちゃいいですよ。そしてね、ただこの梅干し何でもいいかってそんなことないですよ。やっぱね、梅干しは 50% ぐらいは 25% 梅干しの 25% ぐらいは塩なんですよ。塩、これね、これ酸っぱそうですよ。塩なんですよ。塩が変な塩を使った梅干しだと変な塩を大量に取ってしまうことになるんですよ。だからいい塩を使ったホッティの塩を使った梅干し、そしてね、紀州の南高梅の最高級ランクの梅を使った梅干しを食べてほしいなって思いますね。確かにね、高いですよ。だけどこれ1日1粒で健康が維持できる、痩せれるよ、血液サラサラだよ、脂肪の燃焼効果も強化しますよ、肝機能も強化しますよ、ピロリ菌まで抑制するよ、老化も防止するよ。だったらね、食べない選択肢はね、ないだと思うんですよね。だからね、本当にいい梅干しを皆さん食べて、本当に家族中で健康になってほしいなと思いますね。ここの共有ボタンで大切な人にこの情報をお知らせしてあげてくださいね。ではまた。